偉いです。今日も偉いです。サバちゃんはい、体重測定終わりました。ありがとうございます。羽ついてるよ、口に。おはよう。今日もお願いします。これどうするの、これ。でもないよ。サバさんの鼻はどこですか？鼻ストップ。鼻、ここです。それは口ですね。それは口ですね。それは口ですね。それではですね、今からバンドスタッフガイド日比野港の双葉を進めていきたいと思います。そして双葉ちゃんにお願いです。できれば下に置いていてください。できれば大丈夫です。イベント中にぜひね、こちらの下の方に置いてきてもらいたいと思います。もしかしたら、スケバン公園の動画、YouTube の方を見た方で、あ、そうですね。ここで来てもらっていいですか？じゃあ、お願いします。ゆっくり待ってますので。はい、動画見た方に、双葉ちゃん、ここにいたと思うんですけど、私の予想通り、こんばんは、この上にいましたね。この状態で始めていきたいと思います。さあ、この走りの方のガイドなんですが、実は4年ぶりになります。皆様、大変お待たせいたしました。今からですね、走りの方の双葉のガイドを始めていきたいと思います。さあ、ではですね、まず皆様に走りの方っていう鳥さんがどんな鳥なのか、紹介をしていきたいと思います。できれば双葉さんの紹介の先には下の方に行っていただきたいですね。ちょっと来てもらっていいですか？あ、来ましたね。あ、こうすればよかったですね。わかりました。はい、ちょっと待ってもらっていいですか？今向こうのお客様が、はい、こんなに回ったんですよというのを見てもらいます。ご飯しか見えてません。はい、こんな姿も非常に可愛いと思います。はい、ではね、双葉ちゃんもマスキルの以下ですので、この辺りでガイドは終了をしまして、双葉ちゃんにご飯をあげていきたいと思います。今日のメニューはですね、ニジマスとコイを準備していますので、どっちがきな粉を食べてるのかな、どっちがゆっこい食べますか？このようにですね、走りの方は何度も3でご飯を食べているんですが、この3個にもちょっと理由があります。取り出すというのはしばしがありますが、歯がありませんので、歯がない分、このように魚を何度も3で柔らかくしてから食べているんですね。利益を出しやすい。入れ消化しやすいようになんでもあるんですね。気をつけてくれというのは全然思います。はい。はい。あれ自分でやるって言わないですね。食べれます？これ結構今日ね、今までの中で割と普通だったんですよ。さあ、食べてくれるかな。ちょっと噛みすぎな気もするんですけど、噛みすぎて逆に食べづらく感じます。あ、食べた。あ、食べ。はい、上手に食べることができ試すだけで拍手もらっちゃいますよね。それでは大変お待たせいたしました。皆さん、こんにちは。こんにちは。暑い中、谷川会長にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。ただいまから、こちらの会場で、バートの立ち会いの8秒講座が始まります。どうぞよろしくお願いします。本日、非常に気温が高くなっておりますので、飲食実施等をせずにご注意ください。さあ、それでは、早速、進めさせていただきます。大変お待たせいたしました。それでは、バートの立ち会いの始まりますので、さあ、こちらのサムさんですね、サムさんについて教えていただきたいと思うんですけども、さあ、これどうですか？なんか見てますね。何かありますか？まあ、今日はこういう日ですね。さあ、それではこちらのベルなんかも使いながらさせていただきたいと思います。そのうちね、降りてくるんじゃないかなとか、まあ、こっち見てますね、降りてくるんじゃないかなと思いますので、待ってたいと思います。実はですね、ペリカンにちょっと近いような特徴もあります。くちばしの先、ちょっと人によっては見えないな、それ。ちょっと、ね、あ、さあ、ちょっといいですか。くちばしの先ですね。くちばしの先をお客様に見せ出して、ちょっとだけ、ありがとう。くちばしの先、ちょっとぐっとね、こう、曲がって、とがっているのをお分かりいただけると思います。ペリカンにも実はあるんですね。そういうのもペリカンに一応ありますので、ぜひ実際に比べていただけたらと思います。完全に日食です。お魚を捕まえたら、野生ですと、怪魚と呼ばれる。What do you think about this? いつでもこちらは来てもらって構いません。お客様もきっとおいしいグルメを楽しみだと思いますので、そしてちょっとよく見えないかな。そう、今日はにぎますの料理しました。朝お腹空いてそうだったのでちょっと濃いをあげました。はい、にぎますもうやる気出ましたね。ガールド数日間、甘えられないということもあるそうですね。ねえ、双葉ちゃん。普段でしたらね、大体これくらいの時間でね、ここに置いてくるはずなんですけども、今日ゆっくりとしてますね。まあ、ご自由にどうぞください。この針をね、模型を持ってきました。模型の方を持ってきました。これがね、針をですね、こんな感じのお花さんになります。前ね、ふーちゃんがこちらの方に遊びに来てくれたときには、こんな感じだねとか言って、実演をね、双葉ちゃんにしてもらったんですが、お、ふなかちゃんの方に来てください、来てください。どうぞどうぞ、今、前の上になりましたね。もう少しでこちらに降りて、はい、いらっしゃーい。ふーちゃん、今日はすごく技を散らかしておりましたね。いやー、これ、優香さんの方、大変。すっごい大変なんですよ、これ。人工芝にね、藁が絡まりましてね、なかなかほうきでもね、取れないという、一個ずつね、藁をね、手で使ってお掃除をしなければいけません。じゃあ、ふたばちゃん、じゃあ、ようやくこちらの方に来てくれましたが、ふたばちゃん、見てください。見つめているのが、私が使ったクリップの下に置いてある、お魚です。ふたばちゃん、よく気づきました。こちらのバケツの中には、このあと、双葉ちゃんにご飯をあげる用の鯉とニジマスが入っております。わかりました。じゃあ、双葉ちゃん、ふい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 ちゃん、配慮をですね、出演をぜひともさせていただきたいんですけども、ちょっとだけよろしいですかね、ふいちゃん。ちょっとだけ、じゃあ、そこまでね、実演してみましょう。やってくれるかわかりませんがね、それもご一報でございます。さあ、やってか、こちらはアフリカです。こちらはアフリカの湿地帯でございます。さあ、そこに廃墟が息継ぎをするために、少しずつゆっくりこういうふうに、泳いでやってまいりました。あ、ここら辺がいい息継ぎポイントだということで、こうやって浮かび上がってきます。今、浮かび上がりました。今、肺呼吸をしています。肺呼吸をしています。今、ゆっくり深呼吸して、おーっと浮かび上がってしまいました。しかし、こんな遅いスピードでは絶対に成功しません。ですがね、こういうふうにですね、街中のね、狩りをするというのが、ハシビロコウ、双葉のハシビロコウのね、狩りのスタイルでございました。次はね、ニジマス食べてみましょう。さあ、大きなニジマスさんです。大きなニジマスさんです。さあ、先輩の時、双葉ちゃんにご飯をあげるときは、お魚の向きや、双葉ちゃんから見て、左に向くように、針と、あげて、僕2回ぐらいの髪の毛をね、回したくらい